さあ、そんな今週の放送ですけど。はいはい、何をやりましょうか。あのですね、うん、うちの番組ってミュージックラジオじゃないですか。うん、まあまあ、そう、まあそういうことには、うん、まあなってますよね。まあなってるっていうか、俺らが一方的に言い張ってる形ですけど。でね、うん、そんな音楽を何よりも重要視しているミュージックラジオとしては、うん、触れておかないといけない話題があるわけですよ。なんかありました？世界で最も権威のある音楽賞、グラミー賞です。あ、もうそういう時期なんですね。はい。そろそろ。来週の火曜日に授賞式が行われるわけなんですけれども。今年で58回目を迎えるグラミー賞ですが、人気ラッパーのケンドリック・ラマーが、アルバム・オブ・ザ・イヤー部門、最優秀ラップ・アルバム部門、ソング・オブ・ザ・イヤー部門、最優秀ラップソング部門、最優秀ラップパフォーマンス部門、最優秀ミュージックビデオ部門の、候補など最多の11部門でノミネートされてたりですね。こんなあるんだ。はい。あとですね、7部門でノミネートされているのが、ザ・ウィークエンドとテイラー・スウィフト。ザ・ウィークエンドは、アルバム・オブ・ザ・イヤー。最優秀アーバンコンテンポラリーアルバムレコードオブザイヤー、最優秀ポップソロパフォーマンス、最優秀 R&B ソング、最優秀 R&B パフォーマンス部門。そしてテイラー・スウィフトは、主要4部門中、まだあんの、レコードオブザイヤー、アルバムオブザイヤー、ソングオブザイヤーの3部門などに、ノミネートされているということなんですけど。ああ、そうなんですね。で、ちょっと僕思ったんですよ。何を？あ、これやっべ、全然わかんねえなって。わかんないね。これ一個にくくれないもんなんかね。やべえね、これね。全部一緒に聞こえるね。もう、テイラー・スウィフトと、オブ・ザ・イヤーぐらいなんですよ、もうわかんのは。単語で。俺も、テイラー・スウィフト。スウィフト。ギリだね。ね。最優秀アーバン・コンテンポラリー・アルバム部門。何これ何これ、アーバン・コンテンポラリーのアルバムの最優秀、そうですよ。アーバン・コンテンポラリー。アーバン・コンテンポラリー・アルバム部門。何これ、あ、本当はねえんじゃないこれ。言ってるだけで。すげえ平たく言ったらなんか別の言葉になるよ。簡単だね。ちょっとそのミュージックラジオとしてですね、音楽のこと知らなすぎて、マジでちょっと自分が情けなくなったんですよ。ね、ミュージックラジオって歌っておきながら、音楽のこと全然知らないなんて、平子さんこういう時なんて言うんでしたっけ、おかしいって。そうなんですよ。じゃあちょっとやめてくれよ。なあ、その振りはもうさんまさんだけが許される領域だから。その明確な振りは。お前やっちゃダメだよ、絶対に。そうか。まあとにかく、このままだとミュージックラジオを名乗れないわけです。まあまあ確かにそうですよね。なので今日はグラミー賞についてお勉強していきたいと思います。ということで今日のメールテーマはこちら、グラミー賞、今年は何がノミネートされてんの？今流れてる曲もなんか、この曲はですね、ソング・オブ・ザ・イヤー部門にノミネートされているエド・シーランの曲です。あ、知らねえ。そうなんですよ。これはね、もう誰も知らない。いや、みんなは知ってる。みんなは知ってる。俺らが知らないだけで。勉強しがいがあるんです、ここ。で、なんか、聞いたところによると、グラミー賞の部門って、いっちゃん多い時は109部門あったらしいんですよ。煩悩より多いじゃん。一個多いですね。煩悩よりも。すげえ。はい。まあ、それは最優秀アーバンコンテンポラリーアルバム部門と、とか謎のね部門出てくるわけですよ。いやいや、俺らが知らないだけだよ。だけ謎の部門ではないんだよ。もっとすげえの出てくるんだから。もっとあんの？もっとだから、で109部門もあったらもう、そっか、これなんかもうじゃあ簡単な方なんだ。めちゃくちゃアーバンコンテンポラリーかーって言われるの。もっと、あ、もう宇宙的な、もっとね、すんげえ長いやつとか多分で本当あるんでしょうけど、激烈最優秀最前線。小学生がつけた。だから音楽室のリスナーから、今年のグラミー賞の何ていう部門に、何がノミネートされているのか教えてもらいたいと思います。ああ、なるほどね。はい。
もううちのリスナーはほぼほぼ音楽関係者って言っても過言じゃないですから、もう一人もいねえな。ミュージックラジオを名乗るにはまずこっから勉強するべきです。まあ、でも確かに一般常識として知っといて損はないよね。そうですね、これはね、うん、今のところ分かっているのがですね、はいはい、うん、最優秀結局どこに行きたいんだ部門ノミネート、ヒルクライム春夏秋冬。ちょっと待てよ、マジでこいつらはどこに行きたいのか分かんないですからね。いやいや、結果今どこにいるのかっていうのもあるし、いやどこにも行ってねえんじゃね、家にいる人の歌でしょあれ。あのどこ行こうかっていう、うん、練ってる。どうしようか、家で練ってる、うん、どうするっつって。とりあえず あなたとはいたいっていうことはね、確かに言ったよね。他にはですね、うん、最優秀知ってるのにびっくりする音部門ノミネート、うん、新幹線のトイレの音、これも最有力候補と言われてますから、ね、流すたびに新鮮な驚きで、うん、こーこー最後の一押しがね。ああ、他にはですね、最優秀聞くと鳥肌の立つホラーソング部門ノミネート、うんうん、はい、じゃあ好きなもの同士でペアを組んでくださーい。ね、怖っ。これはゾッとしますよね。地獄。うん。100% 甘っかんだ。ティーンからはもう絶大な質を得てますからね。絶対的な恐怖だろう、ね。こんな感じで何の部門で何がノミネートされているのかを送ってきてください。ちゃんとは教えてくんねえんだじゃん。書き方は、最優秀何々部門ノミネート何々でお願いします。勉強しとけば授賞式が終わった後に、ああ取ると思ってたんだよねみたいに偉そうなことが言えます。ここも出ないな。受付メールアドレスは ap@allnightnippon.com ap@allnightnippon.com です。はい、ちゃんとしたのは教えてくんないのね。はい、なおこの番組はスマートフォン向け、スマートフォン向け放送局ノッティービーでスタジオ映像とともにお送りしております。Fucking laughing. Listen up. My problem is yours. Don't you ever think? Do you want to change your life? アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロではラジオの前のあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスは ap@allnightnippon.com ap@allnightnippon.com。 ツイッターのハッシュタグはシャープアルピー ANN、 アルピーはカタカナ、 ANN はアルファベットでお願いします。番組の公式 LINE アカウントもあるのでぜひ友達になってください。番組は僕らからのメッセージが届きます。詳しくは番組の公式ホームページをご覧ください。東京有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です、はい。リアクションメールが来ています。神奈川県ラジオネームヤドカリ、アーバンコンテンポラリーを直訳したら、うん、都市の現代です。すいません、訳しても全く分かりませんでした。都市の現代、コンテンポラリー、最優秀都市の現代、うん、もう失格じゃないよね。なんか、シムシティ大会とかで送られる。そうだね。皆さん送ってくださいね。はい、お願いします。グラミー賞。酒井、今日の夕飯は何食べた？チキンラーメン。悪くないな！アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。さあ、今日のメールテーマ、グラミー賞、今年は何がノミネートされてんの、うん、リスナーから今年のグラミー賞の何ていう部門に何がノミネートされているのかを募集しております。はい。はい。うん、いや、これだって、一つもわかんないからさ。うん。うん、本当に知っとかないと。教えていただくっていう。まあまあ。手なの？うん。じゃあじゃあ、じゃあ、では読んでいきましょう。ラジオネーム。トイレの落書き。最優秀学校で呼ばれたら鬼恥ずかしい部門ノミネート。今から歯科検診で引っかかったやつ呼ぶぞ。ああ恥ずかしいね。ああ確かにね。うん、あで良い歯の子みたいな賞もあったしね、あったね、逆にね。うん、それ選ばれたやつが偉いみたいなちょっと風潮あったしな。尿検査とかでもタンパク多いみたいなやつ、ね、あーね、うん、もう一回取ってきてって言われるね。 あったあったあった。 あれも恥ずかしいね。あれまずいよ。
尿検査。それとどっちかじゃないですか。ね。あの時尿検査、尿むき出しで容器提出してたもんね。すごいよね、今考えたらね。すっげえ、ま、キロのやついたりね。今逆にどうなってんだろうね、今。いやいや、もっとプライバシーやら何やら今うるさいんじゃない？そうだよね。なんか袋に入れてとか、見えないとこで回収とかなんじゃない？うん、じゃあ続きまして、こういうことなの、こ、うん、こういうことです。じゃあ続きまして、大阪府ラジオネーム、金の陣。最優秀、バイトの上司に必ず言われる一言部門ノミネート。もっと効率よく働こう。あるね。あるね。あ、 あ、 あとは、お客さんとってはバイトも社員も変わんねえから。明日入れるね。明日入れるもん、絶対言われるもんな。ね。嬉しい時と嫌な時あるね。あ、そうだね。明日入れるね。いろいろあるね。これ結構、熾烈かもね。あるあるですか？いや、違います。違うんですか？違います。グラミー賞です。グラミー賞なんですね。うん、じゃあ、ついていきましょう。杉並区ラジオネーム、粘土細工。最優秀、一人暮らしをしていると懐かしく感じる音部門ノミネート。お母さんが台所でネギを刻んでいる音、フューチャリング味噌汁の匂い。そっか。いや、味噌汁の匂い、別にフューチャリングしてるわけじゃないよ。いや、フューチャリングですよ。音関連別に無理やりこれぶつけなくていい。いや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 、なんでこれフューチャリングって入れたら何でもそうじゃん。いや、でもこれ味噌汁が一番あるある、あるあるっていうか、あるあるって言ってんじゃん。グラミー賞に近いですから。あ、これどっちも長いからさ。賞の名前も。うん、いや、もう一人暮らししてると確かにね。あ、まあまあまあ、一人暮らしをして初めて気づく音、生活の音ってありますからね。ね、うん、いいんだ、そんなフォロー別に俺が。じゃあ、ついていきましょう。ラジオネーム、くるりんぱ。最優秀、人生で一度は立ち会ってみたい、歓喜の音部門ノミネート。スペースシャトルの打ち上げが成功した時の、NASA スタッフの、イエーっていう叫び。ベンベンねあれ。イエー、ね、お互い、隣同士の人とハイタッチしたり、ハグし合ったりね。ねイヤモニみたいになんかつけてね、イヤモニバッと外すのね。あれはでもいい。だ、各いろんな細かい部門部門の人たちがそれぞれ全ての総力が結集して全てが成功しないと打ち上がらないわけだもんね、うん、下町ロケットで学んだ弁が一つどっか ね、 失敗してもダメなわけですから。一生味わえねえな、これ。これもう間に合わないかな、ね、大学出ねえとダメか。大学もそれももう大学出てさらに上行かないと。上行かないと。いやー、これあれやってみたいな。すげえ人たちだな、これ。演じてみたいね。ああ。ああ。で、一人、もう、長の方の人はもう噛み締めるのね。ああ。かって。そう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 。あれかっけんだね。いいね。ちょっとロマンスグレーかかったね。ああ、白髪が生えたぐらいの。みんな盛り上がってるとこ帰ってほしい。そうそうそう。ああ。ウィーンって。ああ。で、一人、なんかあの、妻みたいな人がね、ああ、また来てね。うん、おめでとう。今日はゆっくり寝れそうだ。知らねえ。そこまで知らねえ。ねえよ、そ続きまして。川崎市ラジオネーム、エレファントかさまし。最優秀、意外と音がうるさい部門ノミネート。氷結の缶を握った時のベキベキって音。ああ、すごいとこ目つけたね。氷結の缶のボコボコ加工がねしてあるから、あそこの音がね、意外と柔らかいんだよね。そう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 、缶そのものの素材が。あ、すごい、これすごいわ。確かに、これはあるあるですよね。意外と、いや、あるあるじゃないですよ。だからグラミー賞でこういう109部門あったら多分これあんじゃねえ、マジで。誰受賞する。絶対もうトロフィー氷結じゃん。引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。生活に転がっているあるある、違います、グラミー賞です。
行くぞ。よし、イヤッホー。俺も行くぞ。行くぞ。ん？勇気がなくて行けない。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。この時間はアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。はい、今日のメールテーマはグラミー賞今年は何がノミネートされてんの？リスナーから今年のグラミー賞の何ていう部門に何がノミネートされているのかを募集しております。うん、ノミネートだから同じ部門に他のやつが入ってることもあるかもしれない、ね。ああ、なるほどね、はい。その中からどれが選ばれるかっていうのね。うん、では、来てますね。ラジオネーム、のどぐろのどくろ。最優秀、バイトで言われてもモチベーション上がらない賞。俺もお前ぐらいの時そのミスやったわ。Let me know。気持ち悪いな。やだね、そんな。立つわ。絶対もう距離すげえ縮めてくる嫌な先輩なんだよ。いるんだよ。全然学ぶべき部分が何もねえ。背中下。ただでかい態度とか。あ、うん、口数多いだけで面白いと思ってるやつ。さあ続きましてラジオネーム二度漬けバーニャカウダ。最優秀クラスで先生に言われたくない言葉部門ノミネート。今回はこれで終わりにするからみんな犯人探しすんなよ。フィーチャリング、あ、田中ちょっと来てくれるか。バレてんだよ、もうバレちゃうんだよ、バレちゃう、やるんだよな先生。目つぶって、うん、手上げさせて、うん、はい、目開けろっつって、うん、ああ今回分かったからな田中。それがダメなんで田中なんだってなっちゃう。発表されてコダックシアターとかで誰が立つんだろうね、この先生が立つの。えっ、こっちだ。田中横で泣いて。続きましてラジオネームカーブミラー。最優秀、車を運転中の久保田利伸が、あ、チャラと言った後に発する気持ちのいい言葉部門ノミネート。ポンポンポロンポンポン。あったね。そんなのあったね。あ、もっとノリがいいか。ポンポンポロンポンポン。あ、ね、あ、これ耳に残るね。これはね。じゃあついていきましょう。ラジオネームカーブミラー。最優秀、卵を割ったら黄身が2つだった時脳内で流れる音部門ノミネート。ポンポンポロンポンポン。いやいやいや、違う部門、2部門でも同じラジオネームカーブミラーが、うん、すごいですね、うん、2部門。こっちは絶対ダメだろ、受賞2枚目は。卵割ったら君が2つだと、あるあるでもねえよ別に。ポンポンポロンポンポン、言いたいだけ、言いたいだけだよ。ポンポンポロンポンポン、こっち先行で久保田利伸の持ってきた感じ、ね、あれ面白いなっつって。メールテーマ、グラミー賞今年は何がノミネートされてんのです。うん、さあ、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、この時間で一部地域の方とはお別れです。1時間お付き合いいただきありがとうございます。はい、この後も聞ける地域の方はぜひ最後までお付き合いください。はい。まだ早い、ちょっと早かったな、ね、うん、俺、最後にね、あれなんか。音楽系のやつ、もう送ってくれてもいいんだよ。うん、俺本当に知りたいから。ああ、うん。まあでも音楽系ですけどね、ポンポンポロンポンポン。いや、もうそれでポンポンポロンポンポン来ちゃうから。いや、ポンポンポロンポンポンはでも、最有力ですよ。まだまだもう部門取ってる可能性あるから、これ。取ってないよ。他の部門も。俺、今ダメでしたもん。取ってるよな。なあダメだ。来ちゃう。酒井、チキンラーメンのお前なりのアレンジを教えて。卵を落として結構実は柔らかめがうまい。少し牛乳足すとうまいのかな、わかんないな。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。
はい。時刻は4時を回りました。この時間はアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。はい。今日のメールテーマは、グラミー賞、今年は何がノミネートされてんの？ということで、リスナーの皆さんから今年のグラミー賞の何という部門に何がノミネートされているのかを募集しております。うん、はい。全くね、勉強になれない感じです。いや。音楽通のリスナーの皆さんから送られてきたものですが、俺は、音楽関係ねえじゃん。うん。いや、関係あるんですか。ポン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 だけだよね。ポン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 。確かに。うん、じゃあ、久保田俊信のノミネートになっちゃうからね。来ておりますね。ラジオネーム、安藤豊。最優秀、餃子の王将での耳を疑う言葉部門ノミネート。あ、餃子いらないです。疑うなそれ。あれだよね、言ったら同じ部門で言うと天一のあっさり。ああ、うん、耳疑うね、うん、あやっぱり女性に多いですよね。そうだね、天一のあっさりは。餃子セットとかです。餃子つけねえのか、うん、何頼んでも単品で餃子つけっから ね、うん、絶対つけるもんね。そうだね、うんうん、続々来てますけど、うん、納得しちゃいけないんだよ俺は。神奈川県ラジオネーム、ルービックキューブン。最優秀、夜更かしした時にもう朝なんだなと身にしみる部門ノミネート。家に近づいてくるバイクの音、フューチャリング郵便受けに新聞が入った時の音。ベイビーナーベイビーナーじゃないんだよ。ベイビーナー野生の音ね。ああスーパーカブのね。ああ、うーん、じゃじゃん、うーん、ドド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 ドガチャン。なんとも言えない気持ちになるもん ね、あれね。で、何にも しなく、ただ夜更けになっちゃっただけの時の虚しさね、うん。次の日も何もねえ。ね、そう、わー、地獄。うん、頑張ろ。続きまして、ラジオネーム、去年お前を襲ったセミ。最優秀、なんか気になって耳を澄ましてよく聞いちゃう部門ノミネート。電車の隣の車両あたりでやってるよくわかんねえ喧嘩。あ、そうね、あちょっと首突っ込みたくなっちゃうね。なんで喧嘩してんだろうとかね。ね、ああ知り合い同士なのか、それとも知らない同士が喧嘩になったのか全然違うからね。詳細ね、知りたくなっちゃうね。うん、あるある。次の駅で一回降りてそっちの車両移ってみようかなってなっちゃうね。ああ、すげえな、おばちゃんとか席立って離れんだよね。あ、そう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 。続きまして、ラジオネーム、小ガラス丸。最優秀、蒼井優が言ったらおーってなる部門ノミネート。私が君のこと好きってのが不満なの？ベイビーナベイビーナ、そんな溜めた？これバージョン違い今入れた？一緒？この一緒？一緒らしいですよ。溜めたように聞こえただけ。あ、ベイビーナ。歌詞もちょっとライブバージョンみたいな感じ。あ、いや、蒼井優はね、私が君のことを好きってのが不満なの？いや、俺の口じゃなくて蒼井優が言わないグッとくるね。いいね。では続きまして、神奈川県ラジオネーム、ヤドカリ。最優秀、その質問いる？部門ノミネート。犬飼ったことある？いる？いる？え、ある。シーン。じゃあ続きまして、ラジオネーム、クレイジークレイジー。最優秀、バイト先で先輩に怒られている時に脳内で流れる音部門ノミネート。ポンポンポロンポンポン。ベイビーナー。3部門すごい。聞けや説教をちゃんと。俺先輩の立場あったら腹立つな。脳内読めたらめっちゃ腹立つね。ポンポンポロンポンポン。一番腹立つかもね。他いいけど別に。どんな言葉より、どんな罵倒より、どんな反抗よりも、これが一番腹立つね。腹立つね。かつくな。すごいな。じゃあ続きまして、ラジオネーム、小野龍太。
最優秀人差し指と中指で金玉をコロコロしている時の BGM 部門ノミネート、あ、パンパンパランパンパン。つけたのカーブミラーだろ。ほんとここのリスナーは恥も外聞もなく人のぶんどっていくよな。よし、別の考えようじゃないんだって。あ、それ面白いっつって。ほら、金玉をコロコロじゃねえんだよ。こういう時って、その、ジャニーズの流れって、こっち聞いてくれる人とかもいるんだからさ。ゼウス見てね。そうだよ。じゃあ続きまして。北海道ラジオネームバスケットカウント。最優秀。女子の前でおちんちんを出しても何事もなかったかのように過ごせそうな言葉部門ノミネート、あ、ポンポンポロンポンポン。すごいな、おい、ポンポンポロンポンポン。何部門、すごい、相当ね、 6? もう5、ね、5ぐらいいってんじゃないの。すげえな。すごくはないよ、うん、最多が11部門のケンドリック・ラーマーですから。いや、先長いよ。いけるかな、いけるいける。いや、それで終わるよ。もう11こさせようとしたら。じゃあ続きまして。愛媛県ラジオネーム、ネズミ後輩。最優秀。10年間思い続けてきた幼馴染に振られた時に、友人が慰める時に言う言葉部門ノミネート。ポンポンポロンポンポン。関連性がなくなってきたしさ、あとさ、もっと嫌なのがこのノミネート読むときに俺がさも違うよみたいな読み方をしなきゃいけない。これで6部門ですね。これで6部門。いやいや、もういい、もういいですよ。もう確かに、うん、記録とかにこだわなくていいですから。ただわかんないですかね、審査してる人が決めることですか、いろんな。まあまあそれはね、うんうんうん、俺らがどうのこうのじゃないですけど。まあちょっと。僕も読んでいいですか、うんうん、はいはい。ラジオネーム、なるほどなるほ、スマホラブホオナホ。最優秀。おばあちゃんがこたつから立った時にお尻から聞こえてくる部門。あ、ポンポンポロンポンポン。なんかうまいじゃん。うまかったですか。ポンポンポロンポンポン、うまい。あ、ちょ、もう一回。ポンポンポロンポンポン。ベイビーナウ。これベイビーナウとの食い合わせもいいね。ベイビーナウ、いろんなパターンありますね。ないっすか。ね、なんか俺も何種類かあるように聞こえるんだよな。ベが強い時あるんだよね、たまに。ポンポンポロンポンポン。ああ、なるほどね、うん。すごい7部門ですよ。すごいじゃないよ。いや、マジで。操作されてんじゃねえのこれ。7部門は、うん、ザ・ウィークエンドと、うん、テイラーですね、テイラースウィフトに並んだってこと。並びましたね。並びましたね、じゃねえんだよ。すごいですよ、熊本と操作、裏操作があるんだろこれ。引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子由紀です。今日のメールテーマはグラミー賞、今年は何がノミネートされてんの。リスナーから今年のグラミー賞のなんていう部門に何がノミネートされているのかを募集しております。はい、はい、久保としのぶさんが今7部門。すげえな。マジでやっぱあの人、アメリカ仕込みだからやっぱり。でももう厳しいでしょ。いやいや、わかんないですよ、まだ。いや、もうちょっと、時間的なもんもあるからね、うちは。そうそうね、記録は伸ばせないですよ。楽しみですけどもね、うん。はい。では行きましょう。ラジオネーム、ラッコフェスティバル。最優秀。役所広司が三谷幸喜からもらった脚本に書いてあったら、うん、どうすればいいんですかと聞いてしまうセリフ部門ノミネート。あ、ポンポンポロンポンポン。すごい。すごいな、これで。じゃないんだよ。
8部門だよ。8部門もういいいい主要8部門もうそれで終わっちゃうから、ちょっと僕もいろんな種類のね、ラジオのネーム豆法え豆奉行最優秀マックのポテトが上がった時の音ノミネート、あポンポンポロンポンポーン、ベイビーナーすごい9部門。お前俺あのメール読む前にさ、うん、あじゃあ僕もって言うなよ分かっちゃうなすごいな、これは本当すごいっすよ。最高が 11? そうですね、11がありますから、あと2ですよ、あと 2? あと2、はいはいはい、千葉県ラジオネーム鉄波が悩み、最優秀20時間にも及ぶ陣痛の末ようやく赤ちゃんが生まれた時の音部門、ベイビーナー、ベイビーナー、何この曲、知らねえよ、知らねえ曲に知らねえ曲が重なったんだラジオネームジダンヘッド、最優秀持っていくフレーズ部門、あ、ベイビーナウ、ベイビーナウ、追い上げを見せてますね、ちょっと2部門今部門じゃねえよ、うん、本物も見てた、あ、そっか、本物らしさは本物なんだね、これは本物なんだね、そうだね、あるんだね2部門じゃねえんだよ、うん、あ、これラストらしいですよ。え、あら、さあどうなるのか、うん、ラジオネームモヒカンソニック、うん、最優秀ポンポンポロンポンポン部門ノミネート、あ、ポンポンポロンポンポン、やっぱベイビーナー、やっぱそうだよ、そりゃそうだよな、やっぱりやっぱがわかんないよ、俺があと途中でベイビーナウで遊んだから記録届かないしもうちょい前半に見つけたきゃよかったせめて届かせない、やんならここまでやんなら届かせねえとダメよやっぱでもこれ賞取りそうなのはポンポンポロンポンポンですよねどう考えてもね、お前じゃあもし、ポンポンポロンポンポンが受賞したら、翌日職場学校で偉そうに語ってやりましょう、バカにされない以上グラミー賞でしたおめえ言ったやつ出なかったんじゃねえかアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、はい、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、あっという間ですがそろそろお別れの時間です、はい、はい、グラミー賞でしょ、ポンポンポロンポン、まあ、ノミネートですからねこれ、うん、賞を取るかはまた別ですからね、この、うん、A Baby Now は、うん、エド・シーランさん、おう、エド・シーラン、うん、シンキング・オブ・ラウドという曲だそうで、あ、ベイビーナウじゃないじゃねえらしいんですよびっくりだよね、あ、ソングオブザイヤー部門にノミネートされているというこの人撮ってほしいね、ガチでね、テレビで見ててこの人撮ったら俺ポロッと真由美に覚え知ってる人ってあ、違うすごいですね、はい、あ、メールが来てますね、埼玉県ラジオネームはんぺん侍、どうも久保田俊信です、放送ずっと聞いてました、マジ僕のことをバカにしてますリスナー舐めてますよね、マジでキレてますからね、ちょっとしかポンポンポロンポンポン、あ、電話だ、この続きはまた今度キレちゃったよもう久保さん着信音になってたね欲しいなこれ着信音、ポンポンポロンポンポン欲しい笑うな俺
番組ではあなたからのメールを募集しております。詳しくは番組ホームページをチェックしてみてください。そして最優秀携帯コンテンツ賞最有力候補の、番組有料携帯サイトもぜひ、はい。ノッティービーでは引き続きこの後5時までお送りします。この部分は後ほどポッドキャストで聞くことができますので、そちらもぜひお聞きください。はい、はい、ね、このポンポンポロンポンポンもベイビーナーも、うん、がつくね。パンパンパン、あ、そうですね。パンパンパランパンパン、うん、ベイビーナー最初のね、ベイビーナー気持ちいいねこれ。なんかバリエーションいっぱいあった気するけど ね、うん、一回貯めたやつもいけます。ベイビーナーのちょっとグラミー賞なんちゃら、パンパンパランパンパン、違う、急遽すげえ急遽走らせたな。持ってこいって急ぐ、探してこい。すげえ。じゃあもう一回ポンポンポロンポンポン、もう一回来たい。パンパンポロンポンポン。さあ、そんなこんなの今週です。お相手はアルコ&ピースの酒井健太と平子ゆきでした。来週も何卒。